ボンドの付け方は3パターン推奨しています。パターン1、決め込みボードに直接ボンドをつけてからパーツを貼り付けます。パターン2、まず別のところにボンドを出します。そこから目打ちなどを使って貼りたい箇所にボンドをつけて上からパーツを貼り付けます。パターン3、パーツに直接ボンドをつけてから目打ちやピンセットで決め込みボードにパーツを貼り付けます。つけやすい方法でボンドをお使いください。